これ俺ちょっと物申したいことあります。気質なら申し訳ないが、武雄さんにデトロイトのソフト返しました。これ意見あります。僕これ武雄くんにデトロイト借りて、武雄くんデトロイトのソフトを返すよって言ったら、武雄くんは確かにいいよあげるよ言ってました。だから俺なんなら返すから持ってくよって言ったら、いいよあげるよって言ってたんだけど、最近武雄くんの切り抜き見たら、え、そんなこと言ってないよ真央くん、嘘だよね真央くんって言ってて笑ってしまった。いやもう返すよって言って、いやいいよあげるよって言われたんだけど、え、真央くん嘘だよね、あげるなんて言ってないよって、真央さんあげるよって言われたって言ってましたよ、言ってないよって言われてた。言ったもん。何の時だっけな。いやまあ別にもう何なら新品買って返すよ。あれだったら訴えられたら負けるよ。訴えられる前に新品買って返すよちゃんと。そう、切り抜き見てハッと思い出した。返されましたか。そんなことになってるのかと。いいけど。訴えられる前にどうにかします。武雄くんが俺を相手取る判断をする前にどうにかしたいと思います。回答ありがとうございます。やばい、相手取られるかもしれない、暗躍するかもしれない。真央さんこんなこと言ってましたよ。は？そりゃもう裁判するしかないね、なるかもしれん。やめろよ、暗躍するんじゃないぞ、まずい。弁護士の方かもしれない。なるほど、生放送にて現地と。カタカタカタ、アーカイブ消すしかない。でも弁護士の方なら録音されてるかもしれん。アーカイブ消して雲隠れしよう。次は法廷で会おうね。終わった。